皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマチョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。でちょっと待ってください。タッチペン落としました。ちょっとこうしよう。よし、なんとかできた。ちょっと雑音聞こえまくりですが、今回はそうですね、ここやっていきたく思います。ピアノの音？なんだ、また魔法のやつが練習してるのかな。様子を見てみよう。よし、応援がてら様子を見に行ってみるか。あれ、キアラのやつが弾いてるのか。そういえばこの曲って確か前に魔法が。よ、お疲れさん。いつから？少し前からかな。俺が入ってきても全然気づかなかったからさ。そのまま聞かせてもらったよ。すげえ集中力だったよな。ほんと、大したもんだ。正直驚いたよ。お前、ピアノなんか弾けたんだな。何よ。あのな、俺は褒めてるんだろうが、文句を言ってるわけでもないんだぞ。頼むからもう少しまともな対応をしてくれよ。悪かった。だから別に悪いわけじゃ。いや、なんだかよくわからなくなってきたな。まあいいや、とにかく大したもんだったよ。素人の耳にはプロ並みに聞こえたぞ。本当に素人。ったく、なんだよ。こっちは精一杯褒めてるのに。全然ダメ。私のは技法だけの真似事。真帆様には遠く及ばないもの。そう、私の演奏には真帆様みたいに感情がこもっていない。ただ譜面をなぞっただけ。昔はそれで技術の優劣だけでいい、そう思っていたのに。そういうもんなのか。俺にはよくわからないけどな。そういうものなの。でももしそうだとしてもさ、そんなことで悩んでるってことはお前にも素質があるってことじゃないのか。少なくともそれがわかるくらいには。だったらそのモヤモヤをぶつけるだけでも違うと思うぞ、俺は。ふん、何も知らないくせに。でも、もう少しやってみる。へえ、世話のかけるやつだな。焼けるやつだな。さて、邪魔しちゃ悪いし、俺はそろそろ消えるとするか。あいつ、まだ弾いてるのか。おお、いい音色だな。うん、さっきより全然優しい音が出る気がする。たく、よく言うよ。こんな音が出せるなんて、ちゃんと分かってる証拠じゃねえか。さーて、俺も負けてらんねえな。さっさと帰って、ルルの世話でも頑張るか。というわけで今回はこの辺で、ドキマチョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および、SNS での拡散をよろしくお願いします。